一番いい場所がパンツだったんですよ。パンツ眼鏡を置いた時の気持ちはどうだったんですか？別になんもないです大丈夫ですよ。鈴木さん、はい、とっても可愛いですねはい、皆さん見ましたか？今これが正解ですよ。これが正解です。皆さん、大石正義と鈴木愛理のアンミカ神曲カバーでしょでしょ。って言ってじゃんけんしましょう。ストップ。イエーイ。勝ったかなやばくないですか？どうもアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。そして世の中はまだ冬だというのに、もうファッション界は見て、春の彩りを身にまとって実はモデル業もやってるよ。鈴木愛理です長ゼリフ長ゼリフ、なんかここのさ、はい、部分の映像を切り取ってさ、SNS でまとめてさ拡散してくれてる人がいてね、はい、そうなんですよね。この番組こういう番組だと思われてるんですよ。そうなんですよTikTok こうおすすめとかバーって見てたらたまに出てくるんですよ自分がでもこんなんやってんですよいやあかんあかんあかん、空気読んでメガネって思いながらさあ愛理ちゃん、はい、12月13日の初のイベント、いよいよ10日と迫ってまいりました。今日は何を発表するんですか、大石さん？今日はですね、はい、当日ライブ会場で発売されるグッズをご紹介します。なんと実はね、テレ朝ショップとかでも置いてあったらしいんですけども、まずは愛理ちゃん側から、はい、こちらオートパックになります。はい。可愛いよね。はい、可愛いです。でしょうでしょう。はい、こちら2000円です。2000円。なんでさ、お金のことになると圧が強いのなんなの？テレビショッピングはさ、テレビショッピング値段大事だから。なるほどなるほど。テレビショッピングじゃねえけど。そして隣、缶バッジセットございます。これ3つがセットになってるんですよね。はい、必ず3つをセットで売るというのが大石さんのこだわりですので、はい、はい、こちら上からね。やだ、生命線がバレちゃうちょっと待って、その芸風森口博子さんクラスよやだ、生命線がバレちゃうっていうのほんまに。ここにつけても可愛いですね。そうですね、エコバッグにつけていただくのもいいかもしれないですね。900円です。900円お願いします。パーツが強いな、値段言う時だけ。はい、続いてマフラータオル。ライブにはこれは欠かせないですね。もうね、タオル回す曲作っちゃいましょうよ。ライブセットリストの中に。確かに。ね、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。こちら。はい。2500円です。ありがとうございます。はい。そして。はい。こちら。T シャツ。黒と白。ございます。はい。なかなかないよ。本人の写真がプリントされている T シャツ。うん、こちら。せーの。3800円です。ありがとうございます。グッズが増えていきますから、番組もぜひ。ぜひとも皆さん、この機会に手に入れてください。もちろんネットでもご購入いただけますので、現場に来れないよという方とか、先にゲットして着てきた方とかはね、こちらの方でお買い求めください。はい、そして配信チケットは絶賛発売中です。皆さん会場でお会いいたしましょう。でしょでしょ。今回はこちらの方にお越しいただきました。加藤理穂奈です。よろしくお願いします。お願いします。わずか残された時間でも繰り返す日々の中。実は加藤さんはかつてアイドルとして活動していたとお聞きしたんですが、はい、アイドルとして活動していた、ちょっとここでいいでしょうか？何でしょうか？すいません。あれ、急に真っ赤なメガネでベロベロキュン、メガネ越しにあなたを見つめたい、りほにゃんこと加藤理穂奈です。よいしょー。かわいい。よいしょよいしょー。メガネ忖度しますよー。いいよいいよ。加藤さんいいよ。このキャッチチコピーは当時アイドルになる時自分で一生懸命考えたフレーズなんですよ。いや素敵やんか。そうなんです。あった？ないないない、鈴木愛です。ないんですか？ストレートやね。でも考えますよね。そうなんですよ。僕だってアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。これ一本だけで今アニソン界渡ってますから。だってこの番組のオープニングもそれしか言ってないです。それしか言ってないって。引き出しないやつみたいに言わんといて。いいな。まずはこちらをご覧ください。はい、13歳で芸能界にスカウト。早っ。はい、加藤さんの最初のプロフィールはこちらです。はい。1995年。あ、茨城県出身なんだ。うん、そうなんですよ。へえ。加藤さんの幼少期の写真がございます。こちらです。なんか雰囲気が違う。あ、本当ですか？はい。今はとにかく日焼けしないようにしてるんですけど、この時は焼くことが正義みたいな。焼くことが正義。本当に真っ黒に焼いてた時期ですね。っていうかそれよりもめちゃくちゃ気になることがあるんですけど。何ですか？なんで市内持ってんの？本当ですよね。何の写真なんですか？これは卒業アルバムなんですけど。卒アル。卒アルなんですよ。だってそうだよね。卒アルのフォントだもんね。加藤理穂な。なんか先生にもう好きなもの何でも持ってきていいっていう風に言われて、こうみんなぬいぐるみとかいろいろ持ってきてる中で、なんかちょっと目立ってやろうと思って当時習っていた剣道の道着とあと市内を持って。行ったのを覚えてますね。そして13歳で芸能界にスカウトされたということなんですけども、もともとミニモニの加護愛さんがめちゃくちゃ好きで、で漠然と女の子って大人になったらみんなこの仕事がしたいんだって勝手に思ってたんですよ。で中学校の時に学校で噂で聞いたのが、原宿を歩いてるとスカウトマンが声をかけてきてくれるって聞いたんですよ。でもうそれも竹下通りの入り口に大きなダイソーがあるじゃないですか。ダイソーの前はいるぞって聞いて、ダイソーの前はいるぞで両親が原宿に車で茨城からはるばる連れてってくれて、茨城で買える一丁羅を着て何度か母とこう往復したりとかして67枚いただいて、一番最初に声をかけていただいた事務所にちょっと行ってっていうのが。でもそれもうあれですよね、スカウト狩りですよね。ちょっとそうですね。狩りに行ってました。ですよね。写真あるみたいなんで、そのツアーありますか？はい、見たいと思います。こちらです。あれ、メガネもうしてるの？そうなんですよ。これはなんかいろんな意味でスカウトしたくなる。本当ですか？インパクトあるもんだって。なんか中学時代もとにかく目立ちたくて、ちょうど目が悪くなったタイミングだったんで、ピンクのメガネを買ってもらって。はあ、なるほど。でもルンルンで学校にかけていったら CCB 加藤っていう風にあだ名がついて、なんで知ってんだよって思うぐらい悔しかったんですけど。じゃあピンクはいつまでかけてたんですか？ピンクはちょっと CCB 加藤がぐさっと来てしまい、ちょうど高校行くタイミングで変えたかなっていう感じですね。はい。メガネを変えた高校時代の写真もあるみたい。あ、これですね。色が変わってる。赤メガネに。やっぱり小学校も目立ちたくて市内持ったし、中学も高校もとにかく目立とうとメガネをかけてたんじゃないかなって感じですかね。っていうかさっきから疑問なんですけど、なんで全部卒アルなんですか？思いました。私も全部こう全部卒アル、全部名前入ってる。ファンの方に向けて卒アルを使った T シャツを作ったんですよ。作ったらめちゃめちゃ売れました。卒アルをこう3個。そうです。小学校、あ、これですね、小中高と作ったんですよ。めっちゃいいじゃん。 T シャツに自分の顔貼ってる人いましたよ。いた。ここにいたわ。すいません、だけじゃなかった。これはでもファンの方は欲しいよね。いや、どれにしようか迷っちゃいますもんね。俺は中学校かな、 CCB 加藤欲しいなみたいな。高校時代はメガネ推しアイドルだったってことですよね。こうメガネをかけた、もう絶対にその時は外さないっていうアイドルをやってましたね。そうなんです。可愛いじゃん。可愛い、キラキラ。何が目立てるかって思って、やっぱりメガネってあんまりみんな自分の容姿を見せたいからかけたがらない方が多かったので、一番覚えてもらうのにはメガネがいいかなと思って、オーディションでもこうメガネをかけて行きましたね。でさっきの工場になるわけですか。そうなんですよ。真っ赤なメガネで。真っ赤なメガネでメロメロ。デコデコデコリン。それね、覚えてないじゃないですか。コデコデコリンじゃなかったですそんなもんですよね。いや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 。それでは続いてのテーマに行きましょう。はい、こちら。メガネアイドルから人気声優へ、きっかけは獣フレンズ。おお、あなたフレンズ。フレンズだよ。わあ。僕はお兄さん。お兄さん。はい。つながりがあったんですよね。そうなんですね。はい。嬉しい。2017年22歳の時、舞台「獣フレンズ」にタヌキ役で出演、うん、そうなんですよ。ここから獣に関わり始めたということですか？そうですね、うん、もともと舞台「獣フレンズ」から役をいただいて、その後にこう舞台から派生して、アニメとかゲームの声も担当させていただくようになったんですよ。その後じゃあアイドルから女優になったってことですか？あ、そうですね。もともとアイドルで、そこから卒業して、もともとやりたかったお芝居とか舞台とかドラマをやらせていただく中で、巡り合わせでですかね。はい。そんな女優になり始めた頃の加藤さんもあるみたいです。こちら。あれや、かわいい。メガネ外してるよ。そうなんですよ。実はそろそろ大人になる準備で、こうイメージを変えていきたいなと思って外しましたね。メガネを置いたんですか？置きました。メガネを置いた時の気持ちはどうだったんですか？別になんもない。普通の女の子に戻りますじゃないの。いや、もうなんか最初はかけたくてかけてたものが求められすぎると外したいなって気持ちになっちゃうんですよ。逆にね。そうなんですよ。じゃあもうメガネは全然かけないんですか？はい、仕事であればみたいな感じですかね。そうなんです。ビジネスメガネ。そう、本当にビジネスメガネになっちゃいました。いや、僕もそうですよ。まあ、でも一応使ってたメガネはたくさんあって、こう事務所に5、6個置いてもらったりとか。軽い。はい。あ、すごい。そう。見て。これは一番メガネを集めてた時の全盛期の種類のメガネですね。はい、いろんなバラエティ豊かなメガネ集めて。なんでだろう、俺すごい涙が出てくるわ、このメガネの羅列を見た。いや、でもそれぐらいいろいろ試したんやなと思って。今日もメガネ先輩って呼んでいいですか？いや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 、そんなおこがましい。もうだってもう外しちゃってるから、卒業してはりますんで。そうなんです、すいません、一足先に。そしてそこから本格的に声優を始めていくということで、いろいろご縁があって、D4DJ っていう DJ をテーマにしたメディアミックスプロジェクトなんですけど、青柳椿ちゃんの声を担当してっていう感じですかね。はい、声優になる時に参考にしたアニメとかあるんですか？特にっていうのが2つありまして、はい、私が参考にしたのは、はい、じゃがじゃーん、出た、涼宮ハルヒの憂鬱と7でございます。これはですね、どちらにも平野綾さんが出演されてるっていう共通点があるんですよ。まあ、春日は春日ですよね。はい。で、ナナはレイラっていう。そっか、レイラ役だ。出てたんですよ。そうや、そうや。中学校時代から姉の影響で、涼宮ハルヒの憂鬱が大好きで、その中でも本当に平野綾さんが大好きだったんですよ。声優を始めてから平野さんが出てる作品をこうバーって見返した時に、ナナと涼宮ハルヒがやっぱ自分的に一番参考にした作品だったので。どんなところを参考にしたんですか、平野綾さんの。今回 D4DJ で声かかった時に、椿ちゃんっていうキャラクターは歌にすごくストイックなんですよ。で、繊細っていう部分を持ってる。で、このナナのレイラも全く同じで、すごくその歌に込めた思いが強い分、ちょっと繊細になっちゃう時に声を荒げたりとか泣いたりっていうシーンがすごく椿とこうリンクしていて、それでちょっと参考にしたっていうのがありましたね。はい。泣くの難しくないですか？泣くの難しかったです。声の震えを出しながら吐息で表現したりとか、どこにそれを表現する場所を作るかとか、すごく考えてます。泣かずに泣いてる感じを出すってことですよね。それってやってもらったりできますか？いいですか？それっていけるもんなんですか？あ、一個レイラーをすごくこう泣いてるシーンを見ながらインスピレーションを受けたシーンとかを声当てたりとかっていうのがあったので、やらせていただいてもいいでしょうか？じゃあぜひお願いします。はい。いきます。私、それでもついていきたかった。葵がみんなにんなが目指す場所へかな。何それ、泣いてんじゃん。泣いてるけど、でもどうにかそれを出さないためにも息の圧とかいろいろとちょっと考えながらやったりとかしましたね。すごいっすね。でもいやいや、でもまだまだ頑張ってる途中です。それでは加藤さんのキャリアが分かったところで、ここからは加藤さんの人物像に迫っていきたいと思います。続いてのテーマはこちらです。すごいところに入っていきますよ。理想の結婚相手は女装男子。女装男子、男の子が女の子の格好をしてるのが好き。そうです。ファッションで女装を楽しんでる人が好きなんですよ。はい、そういう好みになったきっかけのアニメがあるみたいです。はい、そうなんですよ。その作品がですね、じゃん、クラゲ姫です。クラゲ姫。はい。オタク女子たちが暮らす平和なアパートに、ひょんなことから女装美男子がこう現れて、そこでこうドッタンバッタンの日々が始まるみたいなストーリーなんですけど、そのクラゲ姫に出てくる蔵之介っていうキャラクターが中性的な顔立ち、金髪、真っ白い肌っていうのが自分の好みドンピシャで大好きになっちゃって、この蔵之介が趣味で女性の格好をするっていうキャラクターだったんですよ。女性の格好をしてすごく綺麗なのに、やっぱ性格は男の子だから「おい月見お前!」って言ったりとか、座ってる姿勢はこうまた開いてるみたいな、なんか綺麗なのにそのちぐはぐな感じがすごくよくて、そこから女装してる人が好きになっちゃったんですよね。そうなんだ。金髪の色白がとにかくもう完全に私は金髪色白だけで好きになっちゃうんですよ。だから東京リベンジャーズだったらマイキー金髪最高だし、進撃の巨人アルミン金髪好きとか、ハウルの動く城金髪好きみたいな、もう金髪で色白やったら何でもいいみたいになってるじゃないですか。いやもう全部好きみたいな感じだからもうその時に理想ができてしまったので、今でももう結婚したい相手は蔵之介だし、子供が生まれたら蔵之介にしたいし、女の子だったらクラコかなみたいな。クラコ。K が多い。そうなんですよ。好きすぎる。止まんないですね。それでは続いてのテーマです。こちら。加藤理穂奈は自分大好き。自分大好き。どんどんパンチの強いねトピックスですね。はい。今回スタッフさんが加藤さんの YouTube を見ていたところ、ちょっと気になることがあったそうです。何ですか？加藤さんの発言をまとめたこちらをご覧ください。まとめちゃった。YouTube 語録。ほうほうほう。この時にオーディションに受かって河合塾のね、なんでそこアップにするんですか？私の可愛い顔が映ってるのに。私の可愛い顔が映ってるのに。可愛い。言ったかこんなこと。いやもう映像で残っとるわ。なんでそんなに可愛いんですか？遺伝子です。遺伝子です。言ったか？色は黒が好き。最近はクールで綺麗な女だから。クールで綺麗な女だから。ええやんか別に。それぐらい言わしたらいいな。拾いますね。言われたらときめく言葉は？私ね、ある。なんでそんなに俺の好きな顔に生まれてきたのって言います。なんでそんなに俺の好きな顔に生まれてきたの？いや、いいですね。面白すぎる。なんか、いや、俺は好きっすよ。私も好きです。ちょっと YouTube 見たいかも。憎めない顕示欲ですよ、これは。いや、よかった。ちょっと、俺使っていい？はい。遺伝子です。使っていきましょうよ。これ良くない？これはまあキャラ作りとかなんですか？それとも本心？なんかもう分かんなくなっちゃった。おい！一人の少女を迷わせてしもうとるぞ芸能界。もともとはこうきっかけがあって、プライベートでも仕事場でもほんと可愛いねって言われた時になんて返したらいいかすごく悩むんですよ。いや確かにね。いやいやそんなことって謙遜してもこいつは自分が可愛いと思ってるから仕事してるんだろうって思う人は思うだろうし、いやありがとうございますっていうのもなんだかちょっとおかしいかもって思ったりして、うん、そしたらじゃあ自分で可愛いでしょって言ったらもうそれ以上言ってくるやつはいないんですよ。だからそういうことであこの人はもう押し付けがましいし言わなくていいかっていう感じになるから。いいかなって思っちゃって僕ももうほんとごくまれに「かっこいいですね」とかって言われるんですけど、でもやっぱ僕はクソメガネを名乗ってるし「あいやもうそんなことないっすよありがとうございますお世辞でも嬉しいです」みたいな感じで突っぱねちゃうんですよ。でもこれが僕正解やとは思えない。なんかそれを私今聞いた時に壁があるように感じちゃうんです。ですよね。ちょっとなんか否定されたみたいな気持ちになっちゃって褒めたところを。ね、ですよね。褒めてる側も気持ちよくないじゃないですか。そうなんですよ。なので鈴木さん、私可愛いねって私が言うんで正解教えてほしいんです。ちょっと待って私本当に変な顔しちゃうかも。欲しい欲しい。じゃあお願いします。本当にいつも私がやっちゃう反応していいですか。はい。わかりました。鈴木さん、とっても可愛いですね。はい皆さん見ましたか今これが正解ですよ。これが正解です皆さんこれが正解なんですよ。同じなんですよ。でもあんま考えたことないけど、ファンの人がさ可愛いって言ってくれたらさなんか自分の好きだって言ってくれてる気持ちに否定するのも違うからいいなと思いながらたどり着いたのがさっきの無音っていう返さないってことなんですね。なんかこれは正解じゃないと思う。でももっとこれ正解だよ。もっとあると思うんだけど大石さんのもちょっと見てみたいんですけど、はい、お願いしてもいいですか。もちろんですよ。はい大石さん、はい、とってもかっこいいですね。ちょっと一旦そういうカットカット違うわ大石さんそれじゃなかった。それじゃないんだ初めて見る顔してる。それ正解じゃないですか。これ正解ですか。これだ。違うな。絶対正解ちゃう。それ違う。絶対正解ちゃう。それ違うな。じゃあ加藤さんは別にそのぶりっ子キャラとかそういうわけではないってことですね。ぶりっ子ではないと思うんですけど計算的あざといをやってるなっていう感じです。それをさ言えるのがすごいよね。やってますってね。お酒の場とかはどうなんですか。お酒がめっちゃ好きで好きそう好きなんです。めちゃ好きそう。一時期すっごく携帯とかをなくしてしまう時期があって、でこれはどうにかしないとまずいってどこか頭の中で考えていたのか、酔っ払った時にここならなくさないって思った一番いい場所がパンツだったんですよ。でパンツに携帯とパスモと鍵を入れてたんですよここに。パンツの中にこう酔っ払ってコンビニでこう水買おうとした時に「いくらです」って言われて「はーい」って言ってもうパンツゴソゴソしだすからもう店員さんが「みたいになって友達もこう慌てて「私が払うから」みたいになってそこからはもうやめました。いややめといてください。そうなんですよ。でもおすすめなんです。いや勧められません勧められませんよそんなの。ギリギリ続いてはこちらのコーナーです。はい、加藤里穂菜の「カバーでしょでしょ」。さあ今回加藤さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました。今回アンケートさせていただいたのは加藤さんが幼少期に好きだった美少女が活躍するアニメのオープニング、エンディングです。いろいろありますけどね。そうなんです。美少女が活躍するアニメって例えば小学生の時一番最初に好きになったのがピチピチピッチっていう人魚たちの人魚たちが出てくるピチピチピッチとかもセーラームーン、桜大戦とか好きでしたね。女の子が戦う系。そうなんですよ。こう強い女性たちがこうキラキラ輝いてるっていうストーリーが大好きですごくハマって見てましたね。皆さんが選んだ神3はこちらです。あ、出た、劇艇。そうなんです。で、マイスイートハート。あ、これは東京ミュウミュウですね。あ、東京ミュウミュウだ。最近リメイクされましたよね。そうなんですよ。そして太陽の楽園はピチピチピッチ。そうですね。ピチピチピッチですね。それではこの神3の中から加藤さんにカバーしていただくのは太陽の楽園プロミスドランドです。ピチピチピッチ。そうなんですよ。ピチピチピッチって人魚たちが歌でこう敵と戦っていくっていうストーリーで、本当に名曲がたくさん出てくるんですよ。その中でもこう印象に残っていた楽曲なので、ちょっと今回歌いたいなと思いました。それでは加藤さんよろしくお願いします。加藤里穂奈で太陽の楽園プロミスドランド。希望の鐘が響く運命の扉開く。